は私たちモノドク中毒アイドルポイズンアトです。オリリです。ヒロキです。アキです。ネコ屋敷です。今日は先日みんなから募集した質問に答えていきたいと思います。はい、それでは早速答えていきましょう。イエイ。一番緊張したのは初ライブ系ですかね。私は自分の初ライブと一回前の二人になって一回この三人になって一回7が入って一回やっぱこの4回とかね、あとあの前回新メンバーが一回入ったあの一回、この全部で5回はすごく緊張しました。まあ初ライブもめっちゃ緊張したんですけど、自分の一番最初の生誕が一番緊張しました。心臓バクバクの髪はもうどうしようどうしようみたいなのだったからめっちゃ覚えてます。覚えてる中でもう最高潮だったのはフリーダムの予選の日かな。前日吐いたからそんぐらい緊張してたかもしれない。初ライブかな。初ライブの日、私のお披露目の日4人でちゃんと合わせれた記憶があんまなかったし、おりりがもう大ハプニングだったんだよね。まさかのハプニングがあったせいでもうマジ出番何10分15分前とかに行けなかったんだよね、うん、マジギリギリだったの。最後の練習とかもなんかまともにできないまま、ね、出たから緊張しすぎて意味がわからなかった。新曲の発表するたびに緊張する。ああ。なんかどんな反応するんやろみたいな。自分がね、うまくできるかっていう気持ちもちろんあるけど、うん、みんながどんな風にこの曲を受け止めてくれるか、うん、もうわかんないから、うん、そういう緊張感もあるよね。うん、あのお客さんからアイドル的に言われるのはなんかすごいあの例えばプロ意識が高いねとかすごいなんかちゃんとしてるみたいな風に言われるけど、あの別アカとか総アカねとか配信とかよく見に来てくれる人は知ってると思うんだけど、本当に超 B 型人間でマジあの冷蔵庫の中とかね、これあの伝説だよね。カピカピのキュウリ、あのキュウリって枯れるんだよみんな言ってた。キュウリって枯れるのよ。あ、枯れるまで置いとかなくない？いろんな食べ物が腐っていく過程を私はよく知ってます。大丈夫、お皿腐っても捨てないから私はいいんだから。こらこら、元スタッフの誰かちゃんと違ってね、私は腐ったお皿は捨てないけど、でもよくシンクの中で腐らせてそれをアジが洗ってくれた。この間なんで洗わないの？ちょっと暖かくなってきたからちょっと気をつけようと思います。夏は注意。そう、暖かくなってきたから気をつけなきゃいけないんだけど、まああのすごい、じゃあ一言で言うとマジ B 型人間ですね。学生時代の時とかは負けず嫌いだったから、それく何その体力テストとか運動系をどうしても負けたくなくて、体力テスト絶対 A 取るとか、短距離めちゃくちゃ得意だったから短距離でクラス一番取って、リレーなんか絶対リレーの選手に入りたくてめちゃくちゃ頑張ってたのはある。ふわっとして見えるけど普段はね、でも実は負けず嫌いでこう熱い一面を持っているというわけでした。見た目よりしっかりしてる。わかる、わかる。料理できなさそうってめっちゃ言われる。一番何もやんなそうみたいなさ、 顔だけだと。お部屋に住んでるんでしょとか、一番綺麗。そう、仕事してないんでしょとか言われるけど、一番働いてるし一番部屋綺麗だし一番しっかりしてる。ほんまにな。そう、毎日家事してる。そうね。そう、二人分やってる。二人分やってる。今日もね、洗濯しようと思ってる、この後。帰ったら。うん、そう、帰ったら。掃除機もかけるっていうからさ。あんた、この間かけたばっかやでって。え、だって今日もうかけたいよ。かけやう。うん。いいじゃん、一緒におったら。帰ってきたら洗濯物が畳まれてるけど、私がしまわないから。畳んだ洗濯物が溜まっていくし、その上に物置くから、まだ部屋が汚いんだよ。で、今日帰ったら片付けよ。片付けよ。うん。って言ってやらんよ。ほんとか。大丈夫。人に言われるのは、真面目、努力家、信用できる人。そうだね。そうだね。努力家だね。うん。だってね、なずな、ほんとに、なんか、超しっかりしてるから、うん、少なくとも仕事に関しては絶対なんか別に多分どんな仕事させても
なんかちゃんとやろう、うん、なんか絶対にまず言われたことは多分絶対にやるから期限内に絶対やる、うん、それが普通なの、それが普通の社会人です。失礼いたしました。大人ってそうなんだよ。一番なんて学歴ないのにさ、これ証明されました。学歴は何の関係もないという、人間性の問題です。学歴悪い順にしっかりしてるもん。本当の性格は、うん、多分めっちゃマイペース、責任感が強い方やとは思う、うん、普通だと思うけど、なんか歌はやっぱ負けたくないけど負ける気がしてないからだろうな。歌に関してはね、負ける気がしないぐらいなんかもうプライド持っているから、なんかここであえてあげるのもなって感じ。なんかライブ中の表現力的なところは負けたくないなって思う。なんか負ける気がしないとか自分が一番優れてるとかじゃなくて、負けたらダメだなって思っていつも一番なんかその表現力って意味で負けたくないって思ってるのはなずなかなみたいな、そのとか、例えばダンスでは絶対いつもなんかユアピを見て頑張ろうとかいろいろ思ってるけど、なんか表現力かな、負けたくないなって頑張って思ってるのは。ダンスはなんか急にね、誰かさ伸びるかもしれないから、急に上手くなるかもしれない。そうだってさ、やってない人がさ、別になんか習ってもなくて部活もやってなかった人がめっちゃ上手いとか、まあそれは多分才能なんだろうけど、うん、なんかあるから、ね、なんか突然めちゃくちゃさ練習してさ、誰かがさ、なんか次のライブの時にさ、もう死ぬほど上手くなってたらさ、なんかあってなるじゃん、こちらも。ね、そうだからダンスはなんかその自分が一番上手いとかじゃなくて、なんていうんだろう、その私別にもともと全然上手くないから、なんかやっぱ努力をなんかその一番上手いからとかっていう余裕じゃなくて、努力してこれからも負けたくないかなって感じ。うん、リリとユラ、まあ歌とかダンスは特に自分は上手いわけではないので、そこは負けたくないっていうよりかは、置いてかれないようにしないといけないっていうのが強すぎて、あんまり考えたことがなかったかな。どっちかっていうとメンバーよりかはなんか他のアイドルさんとかに負けたくないなとか、 あとはなんか何、後輩グループができたからそこにはなんかね、負けたくはないなって、いいとこを見せたいなっていうのはあるけど、かっこつけてたよね、先輩として。そう、でもメンバーはね、なんかね、どっちかって言ったらなんかみんないろいろ自分よりすごいところがたくさんあるから、なんて言ったらいいんだろう、負けたくないよりかは憧れを追いついていかなきゃなっていう気分になってるかな。ギャップに関してかな。なんかポイズンラップの曲はなんか可愛い曲からかっこいい曲まであるから、ライブ中とか、まあ、歌い方とかなんか自分の見せれるそのギャップ、うん、振り幅に関してはちょっと負けたくないかなという気持ちはある、うん、まあ、あとは他のグループというか、まあ、妹グループ、うん、いや負けたくないかなという気持ちはあるくらいです。ところどころでめっちゃあるから、この曲全部苦手とかっていうよりは、まあでも全体的に手数が多い曲は苦手かも。その葉とかこうすごいこまごまいっぱいやる曲とか、あと足がいっぱい動く曲、うん、そうだね、足がいっぱい動くのはマジで苦手。足が動かんければ割となんかあ、うまいんだねみたいな顔してできるんだけど、足がちょっと思ったのと違う動き方をすると何やってるかわかんないみたいな。だから今は別にすごい楽しいしあれだけど、一番不機嫌だったのはやっぱあれだよね、足が一番動くあの曲ですよね、ディアハートですね。もうぶち切れてたもん、怒ってた、そんなんできない。できるわけないじゃん、何言ってんの。足がこまごま動いたりとか、まあ、なんか決まった動き全体的に苦手なので。ダンスも苦手です。ライブの映像を見直して、わ、この振りめっちゃ汚いみたいな、
思うことが多いのはExitかなって思う。自分的にはなんかその全体的に見た時にの話なんだけど、ここがとかじゃなくて、なんかもうちょっと丁寧に動けるのに、なんかやっぱさ、ライブになるとダンスだけじゃないから歌とかも入るし、なんか表現するとかもあるからこそ、おろそかになってる部分がめちゃくちゃ見えるのがExitかなって思ってて、うん、ライブ映像を見るたびに、あ、これ今日やばいなとか思うことがめちゃくちゃあるかな。私は新曲かな、36ってちょっと苦手なジャンル。めちゃかっこいい、うん、まあ36日って新曲ね、めちゃかっこいいので楽しみにしててください。そう楽しみにしててください、はい、超大事な曲になる、絶対に今後そうだ、うんうん、もう節目でやっていきたい曲に なってますからね。全部なんだけど、最初は別にオリリーよりは踊れてない。覚えるのが遅すぎて追い抜かされるのね、うん、あのダンス練習の最初だよね。そう、最初は本当にあできるんじゃないみたいな感じのところがたくさんあるけど、 それを応用できない、それ以上派生できないしリズムが取れない、裏拍はもう取れないし、絶望だね。そう、慣れたらできるやつもあるけど、2ステとかもう決まった動きがあればそれはできるけど、アレンジとかで個々で表現みたいな、パンデミックのサビとかね、そう、ああもう応用ができん応用ができん、そこしかできん、そう、それしかできん教えてもらわなんできん。どれも苦手、練習したら見れるようにはなるかなって感じだけど、一番マジで苦戦したのはこの動き、あがマジで前奏か、前奏感想、あのいろんなとこで出てくる歌がないところね、そうあそこが一番苦手だった、一番苦戦してたし、一番長期間できなかったのちゃんと思うように、シンプルな動きだからとても良いよね、うん、あのまだこれも発表されてないんですけど、これまだおりりちゃん膝悪くしてたからちょっと練習できてないんだけど、本気のから、こういうやつでしょ、ここ、あ、そうあれやばい、あれやばい、あれね、あれやばいやばい、あれも裏拍やんね、あれはもうできなかったできなかった、いやもうマジで、これができない、苦戦とかのレベルじゃない、できなかったよ、足が一生できなかった、できないどうやってやるの、そう、足やだ、難しいじゃん、おりりが苦手な、やだあそこ何回やってもできないから、ね、今も練習してるけどマジでできないの、全然タイミングが一生わからんから、多分パンデミックっていうか今までの中で一番上位、苦戦しそう、みんなやばい、みんながみんなやばい、ドラティアのねリナちゃんが振りを解けてくれたんですけど、彼女、ね、センスあるしダンスうまいから、あのすごい、なんか見たけど割とニュアンスに近い動きをするのに、やるとこはしっかりやってくるから、やるとこは難しいし一見簡単そうに見えてもニュアンスすぎて、こうこんなこんな動けないよみたいなあのザ上級者みたいな、わかる、私が思うのはみんなの個々のすごい個性がマジで大爆発してるなと思ってっていうところです。で私はやっぱり歌を一番見てほしいなって思うし、かぶせを全くしてないとこって意外と少なくて、なんかハモリとかでも結構大きく出てこう芯みたいな感じにしてるところも結構多いから、もう全くほぼ声入れてないのって意外といないので、あの全く入れてないのに結構ちゃんと動くから、この辺はしっかり見てほしいなと思います。見てほしいところはオリビだったら歌で、私だったらダンスで、もうナズナだったら表情で、アジだったらオリみたいな、一人一人の個性が強すぎるからそう、個性がライブだともっともっと出てるから、うん、ここに注目して、なんかその推しとかやっぱさ決まってると思うけど、一人ずつ見てくれたら、あこの子こういう一面もあるんだっていうのが分かるから見てほしいかなって思います。うん、曲がかっこいいのと可愛いのと結構あの振り幅が大きいから、当時みんな全体的になんかキャラ感というか個性をどう出していくかみたいなのをよく見てほしいのと、うん、
日々ね、いろいろその日のライブでもちょっと進化していることが、公演目ではちょっとこういう青い洋服とかこういうダンスだったけど、公演目ではちょっと気持ちが変わってたり、日々違うので、そう、ま、毎日やっぱ違うから、そこら辺は見逃さないでほしいなとは思いますね。ナズナッチョはキフ、あのその日によって違ったりもするし、なんか人間って同じ表情もう二度とできないから、もう全部を見てほしい、一旦だから全部見てください。目を離したらダメですね。そうです、好きな曲はもちろん全部好きなんですけど、あのなんかやっぱ新曲 の、 あの先日あのアカペラで上げたネクロマっていう曲はすごい音域も歌ってて気持ちいいって意味、気持ちいいし、なんか私の歌い方にめっちゃ合ってて、多分ネクロマ一番上手に歌うの絶対に私だと思うの、絶対に私だと思う、少なくともネクロマに関しては絶対に私の歌が一番かっこいいと思うんですけど、なんかそういう意味で私をの歌をぴったり合わせられるすごいめっちゃいい曲になったなっていう意味でも、ネクロマあえてちょっと好きな曲としてあげます。新曲なんですけど、もぬけの殻がとっても好きで、曲調が変わるんで、途中からなんか3曲ぐらいあるみたいな曲調変わるところになんか振りもすごい変わってくるところがめちゃくちゃ好きで、なんか自分もやってて面白いし、多分その発表した時にお客さんも、あ、こんなに曲変わるんだと思って、その1曲に何曲も詰め込んである感じの面白いびっくり箱みたいな曲なんで、とても好きです。普通に曲だけで言ったら EXIT とかそういう重たい感じの曲が大好きだから、あれなんだけど、新曲だとそのセーラム、新しい感じの重たい、あれはね本当に曲作った人が天才だなと思った天才だなと思った。そう、いつもレコーディングしてくれてる、ね、スタジオの人の T さんね、 T さんなんですけど、もう本当にね、センスが良いなという感じかな。もう早くライブやりたい。おしゃれだよね。おしゃれおしゃれ、なんか EXIT とかみたいに、例えばあのなんかラウドに系にじゃ寄ってるけど、ラウドで終わらないし、あのおしゃれだね本当にそこにそれ入れるのって、レコーディング中にめっちゃ、えってみんな苦笑いしてた部分とかもあったけど、なんか入れる、あれみたいな、かっこよかったね、おしゃれだね、そうセンスの光る曲だ、光るかね、あれは好きです。首に希望を巻きつけてが好きですね。あのこれちょっと裏話をすると、オリビーからこれ歌詞どうしたらいいみたいな送ってきて、なんか私もちょっとなんかこういうのよくねみたいな話したのがなんか入ってて、なんかイメージ通りというか、なんかいい感じに気持ち悪い曲になってて、なんか曲調とすごい合うなみたいな、いい歌詞だと思います。ありがとうございます。なんかこんな風にしたいなってなんとなく思ってたことをまんまなずだも同じようなことを言ってきて、でなんかそのちょっと違うところをじゃこうしてこう、こうしてこう、これよくねってなったところをあの盛り上げて書いたみたいな感じだから、多分あの喜んでると思う。そうそうです、喜んでます。はい、チェックしてください。選曲いっぱいめっちゃいいんで ね、 ね、冷めたクラムチャウダーと、ヨーグルトを食べようかと思います。昨日はそうめんにチャレンジしましたが、あの上手に食べれなくて1時間食べてたけど半分ぐらいしか食べれなくて、もう諦めました。残りはアジュが食べました。食べました。3秒ぐらいで食べてた1時間かかったのに3秒で食べてていいなって思いました。冷やし中華と、ゆかりご飯ご飯ゆかりご飯じゃあコンビニのゆかりご飯と赤飯が好きすぎてローテーションで食べてる毎日自分はバターチキンカレーを食いすぎる食べますまたかいやもうバターチキンカレーしか勝たん。
きしめんを食べました。いいな。きしめんにとろろかけて、あ、いいな、そう食べました。ちなみにお昼ご飯は釜玉うどんを作って食べました。めっちゃ好きやん。昨日もラーメン3食です。いいなー、ラーメン食べない。舌が治ったら食べような。あとお酒です。以上です。大須の風見鶏に行きたいです。なんかみんな美味しいって言ってるんで、ちょっと食べてみたい。私お酒甘いのしか飲めなくて、あのこんな見た目なのにというか、だからあのベイリーズミルクがもう唯一にして最強に好きで、ベイリーズってお酒なんですけど、それは大好きなんだけど、私はだからそれに合う別におつまみとかじゃないけど、最近イオンに売ってるやばいの見つけたの。やばかった。生ハムチーズ。なんか柔らかくて濃厚ななんかチーズが生ハムこう、これチーズね、こうなってんのよ。でそれぐらいのが5個ぐらい入って、でも400円すんのよ、うん、高いんだけど美味しいの。美味しいの、これが超美味しいの。でも私はこれとお酒は一緒には飲みません。ウォッカ系のお酒がすごい好き。私はなんかあとオレンジジュースがめちゃくちゃ好きだから、スクリュードライバーとかめっちゃ好きで、かわいいね。スクリュードライバーとか、そのウォッカので割ってるやつと、なんかクライナーのなんか何ラズベリーみたいな味のやつ。さパリピなんだよ飲み物が、ね、飲み物が陽キャ、パリピなんだよ、陽キャなんだよ、飲み物が陽キャ。サラミとチータラの2つ一緒に食べるのが好きです。こういう丸いやつでさ、アーモンド入ってるやつ一緒に、黒いパッケージのやつ。そう、あ、分かったかも。そう、それ前はレモンドが好きだったけど、今芋焼酎にハマってて関戸場がね、あれ飲みやすい。なんかさ、渋いの好きだよね。関戸場マジ飲みやすい。あれ、あの二日酔いしないし、残らないし、うん、あの癖がなんか芋なのに癖があんまないから、ホタルイカのお気づけ。なんか好きやね。マジで。だって好きな食べ物聞かれたらさ、ホタルイカのお気づけ。好きな食べ物で。でもやばい人ハンバーグとかじゃないの。違う、お気づけしか買った。本当にうまいだって、うん、でもつまみはビーフジャーキーとかそういう感じのしょっぱいものが好き。なんかおっさんみたいだね。だって小学校の時お小遣いでビーフジャーキー買ってたからね。さあプロ、プロじゃないよ、プロ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 、やめろや。向かいやすくプロ、先プロ。どうですか？お酒は焼酎とウイスキー以外だったら大体好きです。手っ取り早く酔えるかどうか一押しなんで。やばい、考えがね。コスパジュースね。美味しいとかじゃない、うん、あでも美味しくてすごい好きなのはセブンイレブンで売ってる、うん、あのアサヒのなんかクリアーっていう青い缶があるんですけど、 あれのグレープフルーツよ飲んどる。あれがめっちゃうまくて好き。いつも飲んで、そう、うん、あとお店で飲む系だったらサイゼリアの白ワインがうまい。あ、そうなの。てかね、酔え、簡単に。おつまみは基本刺身系か、お家で食べるんだったら汁なしラーメンを作るか、うん、パスタ食うか、酒に合えば何でもいいです。ちなみにテルナプロは、私は逆にコスパ重視じゃないから、長い間ずっと飲み続けたいから焼酎をいつも飲んでるみたいな。あー、分かる。気持ち悪くならなくて次の日にも引きずらないけど、普通に酔えるし、まあ、普通にうまいし、あとカロリーが低くて体にも悪い方じゃないから、普段飲んでるのは焼酎だけど、ご飯とかと食べるのは焼酎だけど、好きなお酒はワインか日本酒。日本だけ。日本だけ。たしなむときに飲む。またプロ、また違うプロ、ね、違うタイプのプロですね。違うおじさんだから。おじさんに一番近い。あとね、一番大人の飲み方だから、ね、それが確かにね。日曜日、へモロヘイヤ、モロヘイヤ。しかし目が行くのは手といえば手フィッチです。めっちゃ手好きなタイプは昔からずっと身長の高い年上の男の子です。手が綺麗で身長が高い年上の男性見てたら連絡ください。
過去メガネメガネがあるって黒髪だとなおいいです。圧倒的腕の血管フェチ。あーえあうんえわからん、なんかコース取った時にさ、ここにさ、え怖い怖い怖い、うん、どうやって解放顔が薄いタイプ。あ薄い感じか海外の美少年出たずっと言った海外の美少年しか勝たん。目が行くとかの話じゃない。いやもう目が行く目が行く目が行く。違う。目が悪いんだけど、あの目が悪くてもあれは美少年ってなる。お尻。また変わった。決断ってやばいよ。以上です。何？やべえ。もう我こそはいいお尻っていう方で連絡ください。電話番号は080。はい、よろしくお願いします。つけないとバレたらどうする。あの先ほどバレましたか、神木隆之介さんが連絡してくれるの待ってます。アイグザイルの黒木刑事しかかったので連絡待ってます。連絡ください。バレたらっていうかもう公言してるからね。バレたもクソもねんな。ずっと言ってる。うん、だって少年飼いたいもん。ノーコメント。どういうことだそうです。やべえ、はい、一番やばいよね。一番やばい。はい、当たり前じゃん。マジレスすると不仲の、定義にもよると思うんだけど、別に嫌い合ってるとかめっちゃ悪口言ってるとか蹴落とし合ってるとかそういう不仲じゃなくて、いろんなアイドルさん見てるとみんなで一緒に行動してたりするじゃん。うん、それは仲いいなって思う。仲いい、そう、仲いいアイドルってみんなで一緒に何かしてるのよ。ご飯食べるのもそうだし、なんかどっか行くにもめっちゃ誘うとか、ちゃんとねみんなで行くとか、そういうの全くなくて、なんか利害が一致した時だけ一緒に動くみたいな感じだし、そういう意味ではあの仲がいい方かというとあの微妙ですね。まあ一番なんかプライベート的に波長が合うのはアジかなって。一緒くらいみんな一緒くらい仲いい、同棲してるので。ここはどうせ、ここはね仲良しだよね、どうしたって。うん、同棲してるので、ね。はい。2人とも仲良くありません。これだから不仲って。あでも私は割と謎さんとも仲いいよとか言ったらなんかあれないやみたいな感じで。嫌われとるで。こらこら。違う、あの違う、そういう意味じゃないけど。単純に売り上げで今月一番多かったとかで言ったら確かに分かりやすいけど。なんかじゃあ一概に絶対にその子がじゃ飛び抜けてさ、もう 100% 常に1位みたいな、もう絶対にね、みんな倍以上あるとかさ、何倍もあるとかだったら、ね、この子かなって言えるけど、別にそれはなんか、まあ、みんなそれぞれだし、なんか初見が来やすいとかいろんなベクトルがあるから、誰が一番人気って難しいですね。あなたの中で一番決めてあげてください。ハヤシライスをめっちゃ上手に作れるようになりたいです。あの筋とかの塊をホロホロにするハヤシライス作ってみたいです。スイーツ作れるようになりたい。分量とかを測るのだるいから、だから料理は別に人でも美味しくなるじゃん、うん、デザート系はさちゃんと測らないとなんかミスるじゃん、うん、それができないから、固まらない。そう、それをちょっと挑戦してみたい。おにぎりのせば上手になるか絶対や。そこは目標じゃねえわ。FPS を上手くなる。クソエイムでそうすぐ死んじゃうから、今やってるゲームのランクをあと 2,3 個レベル上ぐらいに行きたいかな。藤山55でっていうラーメン屋さんがあるんですけど、そこでオリジナル T シャツがゲットできるぐらいまで食べきれ、ポイントカード貯めたいです。 3,2,1 次の方。めっちゃリアルなこと言うと必需品系はめっちゃ嬉しいかもしれない。盛り上がった全員で。必需品系ね、ハンドクリーム、パック、入浴剤みたいな、そういうなんか女の子が何個あっても困らないみたいなものをいただいた時はめっちゃ盛り上がったし、今私が欲しいのはあの柔軟剤がもうすぐ切れそうなんで柔軟剤ですかね。はい、甘い柔軟剤と、あとあのお家の部屋のシュッシュ臭く、あの無臭のやつでお願いします。はい、もらってるしも手紙すいません。手紙おい、カットだ。なんか何回かもらったことあるんだけど、手紙めちゃくちゃ嬉
しい。いや、わかる、嬉しいよね、うん、なんか自分のために書いてくれたじゃん、その人の思ってることとか伝わるから超嬉しいです。とても、食べ物かな、クーンがおやつ嬉しいな、おやつが欲しい。手軽にパッと開けてすぐ食べれるものは何でもいいんじゃない。ああ、うん、じゃがりことか食べれるものが嬉しいです。みんなちゃんとアイドルやなお金が欲しいです。言わずにいたのに、言わずにいたのに我慢、我慢したのにこいつマジでお金が欲しいです。伊藤です。はい、ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知登録よろしくお願いします。はい、次の動画も楽しみに待ってね。それでは以上、私たちモンドクチュームのカイナルワイドナットでした。また見て。